ナルト、今日はちょっと遠出するわよ。遠出？どこまで行くんだよ。ま、それはついてからのお楽しみ。お楽しみ？ほら、ついてきなさい。任務開始！目的地はもう目の前よ。はぁ、一体どこに向かって。おぉ、すげぇ！なんだこれ。新月花って言ってね、この土地にしか咲かない特殊な花。へぇ、この花を摘むのを手伝って。あ、おう。うん、これくらいでいいかな。なあ、この花何かに使うの？ん？新月花の葉を煎じて薬にして父さんに飲ませるのよ。薬？おちゃん、どっか悪いの？父さんはね、不治の病にかかってて、もうあまり長くないのよ。え？そんな、あんなに元気そうに。から元気よ。本当は動くのだってきついはず。そうだったのか。もし父さんが亡くなったら、私が里さか。嫌だな。え、嫌なのか？佐藤さんになれば自由がなくなるから。どういうことだってばよ。接収、伝承、月隠れには見えない掟があるのよ。しかもみんなはそれを守ることを大切だと思ってる。何が接収せよ、何が伝承よ。そんなものを守るために佐藤さんになれっていうの？私にとってはただの縛りに過ぎないわ。嫌よ、そんなもののために佐藤さんなんて。ごめん、なんか愚痴っちゃって。あのさ、月に、
掟とかルールってのは人と人とが生きていく中で生まれ決められてきたもんだろ。え、そうね。俺も忍びだから掟やルールはあっけど、結構自由にやってるってばよ。それにルールなんて不都合があれば変えていけばいいんじゃねえの。だから、ナルトの言いたいことはわかるわ。でも私はナルトみたいにはなれない。好きね。ありがとうナルト、私のことを心配してくれたんだよね。別に好きねえの心配なんか。どんなに時が経ってもナルトはナルトのままでいて、思うままに自由に、そして強い意志を持ち続けて私の分まで。好きね。約束できる？うん、約束するってばよ。よろしい。月姉にはいろんなことを教えてもらって、なんつうか毎日がすげえ楽しくってさ。だからかな、あっという間に時間が過ぎちまった。ナルト、忘れ物はないわね。お、あら、どうしたのよ、急に塩らしくなっちゃって。いや、あのさ、ずっと気になってたんだけど、あの伝承ってやつがあっから好きねえは俺に優しくしてくれたのかな。はい。その出会って長いわけじゃねえのに、でも好きねえは俺に優しかったから。付き合いの長さってそんなに必要なこと？ん？一月も一日も一年も、そんな一度できたつながりは決して切れることはない。だったらそのつながりを私は大切にしたい。つながりか。まあそれ以外にも理由があるんだけど。え、それってば何？ナルトはどうしてか他人って思えなかったのよね。なんというか弟っぽいっていうか。ぎ、なんだそれ。いいじゃない弟。私ずっと弟が欲しかったのよね。それはノーサンキューだってばよ。好きねえの弟だったらなんか大変そうだし。なんですって？いや、なんでもありません。さてさて、話はこれくらいにして、そろそろジライア様との待ち合わせ場所に行きましょうか。よし。任務開始。
お久しぶりです、ジライア様。こうしてお会いするのは随分久しぶりですね。そういや、エロ仙人と月姉って知り合いなんだ。佐藤さや月の足とは昔から親しくしていたな。そうだったのか。それで月のナルトの修行はどうだった？それがナルトったら呆れるくらい修行って本当忙しかったです。そりゃなかなか難儀だったの。でもまあナルトなりに得るものはあったと思います。そうか、いろいろと世話になったな。いえ、私こそナルトといてすごく楽しかったですし。さて、そろそろ行くか。月野、佐藤さんにも礼を言っておいてくれ。はい、必ず伝えておきます。なんだ。そういや、結局封印術とか教えてもらってね。と言うと思ってね。ナルト、ほら、これ持ってきなさい。なんだこれ。なんか甘ったるい香りがするってばよ。月の香って香水でね、新月花を調合して作ったものなんだけど。新月花ってこの前一緒に摘みに行ったあれ？でもあれはおっちゃんの薬じゃなかったっけ？葉の部分はね。これは花びらを使ったものよ。へえ、いろいろ使い道があるんだな。おお、これはまた珍しいものをもらったの。確かこいつの効果は、はい、幻術とか催眠術の類を解除する開運術の道具版ってとこですね。これなら物覚えが悪い誰かさんにも使えるでしょ。だ、誰が物覚えが悪いって。でもサンキューな、月姉。大事にするってばよ。うん、思いっきり大事にしなさい。この月姉様が丹精込めて作った特製品なんだから。おっす。そんじゃ月姉、そろそろと、ナルト、最後に一つだけ。何？あの新月下の丘で言った約束、忘れないように。俺は俺のままだろ。大丈夫よね。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。いい目をしてる。オッケー、問題なさそうね。これからもその人道しっかり守っていくように。わっす、月姉、いろいろありがとな。ってわけで月姉と別れてさ。へえ、いい人ね、月野さん。でも、そんな人でも悩みってあるのね。佐藤さんのことですか？そのことだが、つい先日、月野さんが佐藤さんになられたそうだ。え、それってば、本当かよ？前佐藤さんが亡くなられてな。この葉からも、何人か葬儀に参列したはずだが。そっか、じゃあ本当に佐藤さんになっちまったのか、月姉。